あの初めての一杯でして。あ、じゃあちょっと記念に、お互いの記念で。はい。はい、すいません、2杯目です。あ、じゃあすいません。あ、私乾杯。森脇梨香のやってみるかチャンネル。イエーイ。森脇梨香です。皆さん、ここはどこだか分かりますか？なんと、京セラドーム大阪に来ています。広い。本日はですね、売り子体験をしていきたいと思います。乞うご期待。吉岡さんに売り子としての心得を教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、この本をいただきましたので勉強していきます。では早速ですね、はい、あの1ページ分から開いていただきまして、はい、右側にですね、まあ、注意点というページが載っております、はい、まあ、あの簡単なことしかちょっと書いてないんですけど、まずはですね、売り子って階段を降りたり登ったりしてるイメージが強いと思うんですけど、はい、降りてまず一礼をしてから、はい、販売を開始してください。階段の一番下のところでってことです。そうですね、はい、まあ、今からここで販売をさせていただきますの一礼で。はい、わかりました。はい、じゃあ、 あの説明はこれくらいにして、はい、一旦あの売り子のユニフォームに着替えていただいて。ついに、はい、着替えたんですけどピチピチです。登場しますか。でもこれで売らないとダメですもんね、結局ね。じゃーん、めちゃめちゃ恥ずかしい。頑張ります、この格好で。なんかソフトボールの選手みたいちゃいます。私着てたらこうやって本日はですね、売上ナンバーワンのさつきさんに来ていただきました。ありがとうございます。の今日は私の先輩としてご指導をご鞭撻をいただきたいと思います。よろしくお願いします。早速なんですけども、はい、その売上ナンバーワンになった秘訣っていうところは何かありますか？秘訣、まず笑顔ですね。あ、笑顔、はい、販売中に笑顔を大事にして、はい、お客様に疲れた姿を見せないように努力しています。笑顔で頑張ります。もし好みが好み、この私はいつもこう外向きくるんでこうやってかぶるんですよ。あ、こうした方が顔が明るく見えるので、はいはい、かぶる、こうやってかぶるんですけど、よくもあって、よく見るやつです。こう、つばがこうなってるのをこうやってかぶるパターンもあります。どっちが好きですか？どっちが似合いますかね。朝日はみんなこれですね、こっちで。あ、じゃあこっちで行きます。はい、そっちで行きます。これにしましょう。はい、お、これはこの折りたたむんですか、帽子は。あ、そうです。こうしてちょっと回って、こう折りたたんでいい感じに、こうやって折りたたんでいい感じにかぶる。で、ここの黒いとこが見えないようにこういう感じでかぶる。あ、そんな感じ、そんな感じ。ああ、そんな感じ、そんな感じ。なんか頭でかい人みたいになってます。いきます。頭でかい人みたいな。許容範囲です。出来上がりました。これ止めるだけでめっちゃ時間かかりますね。多分初めすごい重たいと思う。あ、そうですよね。はい、こう構えないと持ってかれます、こうやって。結構前傾なぐらいで、はい、やっぱ初めのその始めたぐらいの時はもう 2時間も入れないぐらいでしたか？いや、もう意地ですよね。あ、意地。しんどくてもずっと意地で、はい、これが朝日のホースなんですけど、はい、ここをグッと握ってもらうと液が出ます、はい、で、これはあまり甘く握ると泡しか出てこないんですよ。あ、で、ちゃんと握ることが液体を出すことです。握ること、はい、はい、ギュッて握ってください、はい、で、カップがあるんですけど、だいたいこの
B のこの出っ張りより上に泡が来るようにしてほしくて、はい、一回入れてみますね、はい、あ結構寝かして、はい、寝かすと泡が立てにくくなるんですよ、はいはい、こうやって入れるとすごい泡が立つんですけど、本当ですね、けどこういう感じで寝かして入れると全然泡にならなくて、だからギリギリまで寝かして入れるのがコツです、はいはい、で大体いい感じのところまで来たらこういう感じで入れてもらったら入ります。美味しそう、ビール美味しそう、飲みたい飲みたい、一回やってみましょうか。はい、持ってもらってグッて握って、グッて握ってください、で出るんですよね、はい、はい、で斜めで、はい、そうです、手握って、あ結構冷たい、 B 超えたあたりで、そうですそうですそうです、あ結構うまいんじゃないセンスあったんじゃない、いい感じです、あこれは B が、あ青のセーフです、セーフですか、セーフです、あでもちょっと青が多い、はい、多いって言われるかもしれない、あなるほど、けど全然大丈夫です、これで、はい、いいと思います、うーんこっから失敗しないように、はい、これはいいんですか、いただいてダメなやつ、一般緩和してからとかダメなやつ、あでもこういう感じで、はい、そういう感じで、あでも今、はい、見ててもらって今ですって言われたから、はい、いけましたけど、いざ自分が膝つきながらやってるんですよね、そうですね、で難しい、これが歩き回るとまあまあ泡になるんですよ、あこの中で、そうです、そうシェイクすると、はい、だいぶ変わるかな、はい、どうでしょう、確かに一回振ってみて、今冷えてるので、はい、そんなことないですけど、ぬるくなったり、うん、走ったりだとか、その振動が与えられるとビールって、うん、そう、はいはい、泡になるんですね、で あでももう泡が多い感じに、こう泡がちょっと多くなってくるんですよ、です、ね、例えばもうこうやって泡が多いじゃないですか、はい、ってなったらこうやって泡を切りながら、切りながら、はい、どこに切るんですか、入れるっていうのをするんですけど、その切るのがこの泡切りカップっていうのを持っていくんですけど、はい、これにこういう感じで切りながら入れたりします、はい、ここにこうやってくるんですけど、そのための、はい、例えばそのためのこれなんだ、今入れてみるとこういう感じでこう泡になるじゃないですか、はい、こう泡になった時にこういう感じで泡を適度に切りながらビールを入れるといい感じに入ります、いい感じに、はい、ただこれ何回もこうやって一回切ってまた入れてってすると、はい、このビールが出る振動でまた泡になっちゃうんですよ、はいはい、なんで基本ずっとこう入れながら泡を切ると綺麗に入ります、綺麗、はい、すごい、はい、やってみますか、はい、これちょっと入れてもらって、ここですね、はい、はい、で、はい、持ってまた沿わせてもらったら、沿わせて、はい、そうですね、泡になっちゃったら、泡をここに、どう切るんですか、あもう斜めに向けてもらって、斜めに流す、斜めに流すってか、そうですそうですそうです、これでも見えなくないですか、自分持ってたらえこう、あいいです、あ完璧です、あうまかった、意外と才能あり、才能あり、あなるほど、あじゃあこれコップの持ち方は結構大事です、ね、大事ですね、これもう全く見えなかったんで、自分の手でどうやって注がれてるか基本はこう持ちますね、こうやって持ちます、なるほど、基本は下をこう、はい、もう一回やります、もう一回やります、はい、こう下持っていただいて、下持って、はい、こうそうです、なるほど、でこの B のマークがこっち側にあると、あなるほど、で泡が多くなってきたらこう切ってってことですね、そうですそうです、これだったら許容範囲ですか、ちょっと多いですよね、ちょっと多いですね、こう切って切っていい感じのところで止めて入れるって感じですね、これはちょっと少ない、ちょっと少ないですね、もうちょっとだけもうちょっとだけ入れましょう、気持ちだぞ、はいこういう感じで、はい、難しいけど意外とあり才能ありうわ飲みたい、美味しそうありがとうございます、はい、これはどこに刺さってるんですか、これはこういう感じで刺さってます、あこっちか、はい、ちょっと長いやつに変えたんですけど、こっちですね、こういう感じで刺さってるので、じゃあこう刺さってるってことですね、でこっちにこうやってやります、
こっちにこうあるんですね、はい、で出してきた、だからこうなんだ。そうですそうです、青切りここです。なるほど、でこう、はい、ちょっと青いですか。切る範囲、そうですね、ちょっと切りましょう。あ、いい感じです。あんまり切りすぎるとこ液体も切れちゃうので。なるほど、液体切れちゃうともったいないんで。はい、はい、サービスいい感じです。すごい、ちょっと上手くなってきた結構才能ありちゃいますだいぶ。いや、これはやっぱりどれだけ自分がビールを愛してるかですよ私はもうどれだけビールを愛して飲んできたか。で、これはこのまま渡すんですか、はい、そうです。まま、これは一旦かけて、はい、これかけて、かけて800円ですって言って、800円ですってお渡しすると、はい、B を見せて、はい、それは見せなくても、それは見せなくても、そう渡していただける。B を見せて、はい、一応この泡切りカップの中にキムタオルを入れないといけなくて、はい、動いた時にこの中に液が入ってるとジャポンジャポンするんで、はい、こいつに吸収してもらうっていうのをやってます。すごい。はい。そしたら動いても漏れないです。これでも膝ついてやるとまた一段と難しいな。しかも人通ってて階段でとかですもんね。そうです。でリュック背負ってるんですよね、はい、自信なくなってきた自信なくなってきても笑顔これ1杯でだいたい何杯？24杯取れます。24杯、はい、今日だったら多分100杯は売れると思う。100杯、はい、100杯24杯ですよね、はい、100杯4回はこ4回は絶対買いに来ないとダメってことですので、はい、4回買える1日多い時で何回買えますか。10回買えるのを目標にしてます私は。10回。だいたい試合って、まあ、4時開場したとしても、はい、試合短かったら2時間半じゃないですか、はい、まあ、長くて3時間と考えて、はい、5時間フルで働いてるんですか。じゃあ、はい、あ、じゃあ4時スタート5時間で10回。10回は帰る。30分に1回帰ってるってことですか、うん、そう。私2時間で20杯目指そうとしてるのに100杯すごいですね、さすがナンバーワンですね、入れてる間にもう話でなんとか時間を稼ぐっていうのも。話で時間を稼ぐありますね。そう、入れてる間にこう黙ってこうやって入れてると、はい、あんまりお客さんもこうずっと待ってるだけじゃないですか、はい、なんで今日ジャイアンツ戦ですねとか、今日のピッチャー菅野ですねみたいな話をしながら、はいはい、あの時間を稼ぐっていう方法があります。なるほど、はい、時間を稼ぐ。その一番鉄板の切り口は何ですか。一番鉄板の切り口、はい、なんだろう、もうユニフォームを着てる人だったら、はい、そのユニフォームの選手の話をしたりだとか、はい、もうジャイアンツだったらジャイアンツの話を振ったり、オリックスだったらオリックスの話を振ったりだとか、はいはい、あ、じゃあ結構その、はい、戦う対戦相手の情報とかも頭に入れて。そうですね。うわ、すごい。調べますちょっと後で調べますスポーツ報知読んで調べます、はい、なるほど、そうなんです、はい、でもユニフォームって下からこう上がってきた時に背番号後ろで名前後ろだったら分からないじゃないですか、誰のユニフォーム着てるか。誰のユニフォームか分からなかったら、誰のユニフォーム着てるんですかって聞いて何々選手ですって言われて分からなかったら、はい、あ、そういう選手がいるんですねって。あ、もう正直にそこは知ったかぶりはせず、はい、せず。なるほど。へーみたいな、はい、いい選手、どんな選手なんですかって言って、あ、教えてもらう、話してもらうっていう。なるほど決して嘘はつかないですね、はい、なるほど。最初に、あ、いいっすね、いい選手っすよねみたいなのはダメってことですよね。ダメです、気をつけますなるほど。いや、これは結構緊張しますね、ビールを売るのは。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、以上です。ありがとうございます、はい、ありがとうございます時刻は今もう16時になりましたので会場の時間です。なので会場したお客さんにビールを売るように頑張ってきます。レッツゴー。水川さん出ます。はい、はい、出ます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ってください。緊張してきますね背負ってこれ入ります。腕これはどこにどうするやつですか。あ、ここに、はい、結構締めた方が多分楽だと思います。はい、で高いです。
そうです。こうですね。はい、いきますよ。重たっ重たっ。すいません、騒いで、すいません。あ、重さを例えるなら、あ、子供に引きぐらい乗せてます子供二人ぐらい乗せてますね。え、普通に多分菅原背負ったらこれぐらいあるなぐらい重いです、硬い感は。これをちょっと膝つきますね。こうやって入れて、え、ちょっと待って、いや、むずちょっと待ってちょっと待って、抜いて、むずちょっと待ってむずむずこうか、こうで、こうでしょ、で入れてお渡しして、800円です、1000円お預かりします。お、こう開けれへんな、ちょっと待って、お前こっちやな。で、200円お返しです、ありがとうございます。なるほど、これは結構しんどいぞ。いざ行きましょう。よろしくお願いします。行ってらっしゃい、行ってきます。行ってきます。なんかペタペタこう歩いたら揺れるからって教えてくれたんですけど、重たすぎてそうはいかないですね。お客さんはみんな売り子やと思っていますからね。頑張りましょう。じゃあ、どこから回りますか？